キットマン北海道探索チャンネル、今回は2022年2月にオープンする札幌のお店、その1です。ご覧ください。4日オープン、アミューズメントバージャック54、南7条西4丁目すすきのプラザビルの2階。口コミではマスターが気さくで楽しい、でゲーム、ダーツなんかがありますと書いてあります。1日オープン、ごはんバーヒーローズ、南4条西3丁目 M ビルの地下1階。ミッチーズと書いてますが、私の高校の10歳先輩でございます。創成川を渡ったところにお店があります。ヒーローズは元ケンタッキーすすきの店があったビルといえば分かりやすいのではないでしょうか。このようにエレベーターで行くこともできますし、階段で行くこともできます。ロゴも可愛らしいですね。ヒーローっぽい青と赤でございます。エレベーターが混んでいれば地下は階段で行くことができます。1日オープン、ゴールデンバナナアミューズメントカジノのお店、南6条西6丁目第6朝日観光ビルの5階。最近はポーカーのお店が増えています。最近はちょっと減りましたが、少し前は人狼のお店が多かったですよね。15日11時オープン、串取り工場直売所、南3条東5丁目20本以上買うと先着でタレ1本プレゼントでございます。瓶のタレです。注文してから焼き上げるということで、焼きたての焼き鳥をテイクアウトで楽しむことができます。工場と書いてますよね。工場の横に直売所があります。本日このように大雪でございます。札幌市中央区のピボからは何店舗かオープンでございます。ドルチェ、フィオラ、インナーウェア、すべての女性を美しくがコンセプトです。こちらも18日オープン、スピンズ、雑貨屋さんでございます。ホームページには主張がスタイルを作ると書いてありました。どんな主張でしょうか。トレボル、カジュアルストリート、2月11日オープン。パナマボーイ、レディースファッションのお店、新しい感じなんですが老舗でございます。昭和53年設立。11日オープン、ザ・スーツカンパニー、南1条西4丁目日の出ビルの1階と2階。もともとは4プラに入っていました。4プラ閉店につき移転オープンでございます。まあ私個人としてコロナ禍になってからスーツを着る機会が一気に減りました。結婚式とか、パーティー宴会なんかも減りましたからね。このように準備中でございます。まあ、知ってる方も多いと思うんですが、ここは元ツタヤでした。看板の文字が変わるだけで雰囲気が結構変わりましたね。9日オープン、ペギーズブティック、南1条西4丁目にあります。2階でございます。ヨーロッパの古着と雑貨のお店でございます。看板が可愛らしいですね。黄色とオレンジ。5日オープン、シューズライブラリー、大通り西3丁目オーロラタウン、ハイエンドシューズ専門店。ハイエンドというのは最高級という意味らしいです。1日オープン、サングランフィット、北1条西4丁目三高大通り公園ビルの4階でございます。元ホテルです。4階がフィットネスとフロント、そして大浴場とレストランがありました。三高ビルの三高グループは琴に三高ボールの会社でございます。1月31日までに入会したら入会費が0円になるという、こういうポスターが貼ってました。もう間に合いません。この参考の文字見てください。ボーリングのレトロな雰囲気がありますね。大通り駅からもアクセスがいいです。そしてステラプレイスから小腹減ったリニューアルオープン、2月11日です。過去のオープンと閉店動画は説明欄にあります。そちらもご覧ください。パート2は数日後配信いたします。